後編でございます。アキラです。違う。違う。後編って言ったの。後編ね。あ、後編って聞いた。はい。というわけで今回もね、後編のアキラさん、後編のアキラさん。後編のアキラです。夜やけど、おはようございます。おはようございます。どうも、宮田浩平です。この動画はですね、後編動画になりますので、前編の動画もね、見た後にこの動画を見てください。というわけで引き続き、映像クリエイターの、アキラさんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい。突然なんですけども、はい、ピンマイク。はい。これね、結構やっぱ憧れるでしょ。バラエティとか、ニュースとかさ。マイクついてるやつ。そう。めちゃめちゃこれはめたかったんですよ。あ、本当？そう。ピンマイクなんていくらでもありますから、いくらでも持ってきますよ。第2回目の動画ですね。第1回目の、話とか、そういう言葉的なところではなくて、次はちょっと演奏動画で撮ってみようかなっていう話になりました。はい。というわけで、演奏の方の動画、どういう感じでいきますか？いや、ちょっと俺もね、音に関してはそんなに本当に実は詳しくなくて、まあ、ちょっと今回初挑戦か、僕もこれちょっとテストを兼ねてね、撮影させていただいてるので、ちょっと協力してもらってるっていう逆にあるんですけど、まあ、この間ね、ちょっとオーケストラの僕がライブ配信した仕事の、ちょっとリハに手伝ってもらって、でその音をね、マイクをここに置いたらちょっとチェロがうまく取れるんじゃないかとか、ちょっとね、その音の専門家の方を交えてちょっと勉強してきましたので、それを実践してチェロのここにコンデンサーマイク、先ほどのまあラジオマイクみたいなここに置いて綺麗に音が取れてみんなにお届けできるのかなっていう、なるほど、やってみたいです。了解です。じゃあやってみますか。やりましょう。大丈夫？大丈夫です。OK です。で、今、楽器を弾いた、今からちょっと楽器をちょっと弾いてみて、いろいろ音を取ったり、ちょっと映像的にもね、皆さんに楽しんでいただこうと思いまして、アキラさんがなんとですね、2カメも用意してくれて、で、2つで撮るって感じですか？そうです。今日は何の楽曲を僕らに届けてくれるんでしょうか？あ、そうですね。今日はちょっと今パッと思いついたんですけど、今日このヘアスタイルにしたの初めてなんですよ。あ、そうなの？邪魔で邪魔でしょうがなくて。あ、そう。もう、すごいなんか、長いんですよ。前髪だけ。うん、そうなんで、今伸ばし、このセットにした理由がわかりました。激しい曲弾くためだなと。なるほど、うん。というわけで、今日は、トゥーチェローズさんが弾いてた、マイケル・ジャクソンのスムース・クリミナルを、まあ、パパッと弾いていこうかなと。すごい好き。本当ですか？こんなの弾けるんですね。一応ね、一応。すごい。宮田浩平バージョン、スムースクリミナル。
皆さんいかがだったでしょうか、ね、ちょっと大画面でヘッドホンつけてね。いや、ぜひぜひぜひ、もう一回聞き直すとですね、音もいい、画質もいい、もう言うことないですよね。今後ともよろしくお願いします。はい、というわけで本日ですね、映像クリエイターあきらさんに来ていただきました。今日は本当にどうもありがとうございました。というわけでこの動画が良かった方、チャンネル登録そして高評価、お忘れなく、よろしくお願いします。それではまた、アディオス。アディオス。足がどうしようかな短パンできちゃったからなんか恥ずかしいな。